バレーボール男子日本代表の石川祐希、パワーバレーミラノが、ノリノリのカメラ目線でダンスを披露する動画の舞台裏を海外メディアが伝えている。祐希をどうやってカメラの前で踊らせたんだろうと思ったことはありますか？と題して動画と裏話を披露。引っ張り出された石川が、高橋愛、ベロバレーモンツァ、山本智弘、パナソニック、と踊るまでの一部始終を綴った。スイスのバレーボール専門メディア、バレーボールワールドが公式 X、旧 Twitter で公開したのは、今年6月に名古屋で行われたネーションズリーグの際に撮影された動画。石川は堂々、3人のセンターに立ち、ニコニコのカメラ目線で上体をくねらせて踊った。当時投稿された動画は表示132万件と、クールな石川のダンスでネットは騒然となっていた。この投稿は、まずはこのアイデアを高橋、ランと山本、共に伝え、二人とも賛同してくれました。けれどもう一人必要で、ランに、石川、祐希も一緒にやってくれるかどうか聞きました、とオファーの順番を明らかに。ただ、ノーと言うだろうと思い、次は祐二に頼むことにしました、と、西田祐二、パナソニック、も候補に上がっていたという。そして、フォトセッションの場に、一番に来た人が三人目の出演者、と決め、一番に石川がやってきたという。高橋が頼むと、石川は即受諾。さらに、注目すべきは、誰もきちんと練習せずにやっているということ。私たちはダンスを見せただけ、と、完全にアドリブだったことを明かしている。これにはファンから絶賛のコメントが集まった。チーム全体のも見たい。わら、かわいい、かわいい。伝説級の動画、祐希はランにノーと言えないんだと思う。彼らも楽しかったはず。友が最高にキュート。さらに投稿は、撮影は一度で十分でした、と NG なしの一発撮りだったことも明かした。さすがの運動神経とキュートな仕草で集める人気は、さらに拡大していきそうだ。